同じ年に発表した、オデュッセウスとセイレン。セイレンの歌声を聞くことを欲したオデュッセウスは、キルケの助言に従って、体を小柱に縛り付ける。メルボルン、ビクトリア国立美術館所蔵。オデュッセウスに酒好きを差し出すキルケは、イギリスの画家ジョン・ウィリアム・ウォーターハウスが1891年に制作した絵画である。遊載。主題は、ホメロスの女児詩。 オデュッセイアから撮られており、アイアイエ島を訪れたオデュッセウスが、魔女キルケと出会うシーンを描いている。前年に、父の死とイタリア旅行を経験したウォーターハウスは、古代の神話を題材とした絵画を多く描くようになるが、本作品は同じ年に制作された、オデュッセウスと、精錬とともに、その最初期の作品であり、また、ロンドンのニューギャラリーに出展された、 ウォーターハウスの最初の作品としても知られる。現在は、イギリス、オールダムのオールダムギャラリーに所蔵されている。オデュッセイアによると、トロイア戦争からの帰路、アイアイ島にたどり着いたオデュッセウスは部下たちに島を探索させるが、島の主であるキルケは彼らを魔法で家畜に変えてしまう。オデュッセウスは、ヘルメス人に授かった薬草毛利を使って、 キルケの魔法から目を守り、逆に剣を抜いて、キルケに襲いかかり、部下たちにかけられた魔法を解いて、元の姿に戻させることに成功した。その後、キルケに客人としてもてなされたオデュッセウスは、疲れを癒しているうちに一年間キルケと過ごしてしまうが、旅立ちに際してキルケが授けた多くの助言はその後の、オデュッセウスの後悔を助けることになる。キルケは、 獅子の彫刻が施された玉座に座り、左手に魔法をかけるための杖を掲げ、右手で毒の入った杯を差し出している。背後に置かれた巨大きな円形の鏡には、彼女の館を訪れたオデュッセウスの姿が映っており、今まさに毒を飲ませようとしている相手がオデュッセウスで、あるとわかる。キルケの足元では魔法で豚と化したと思われる。 オデュッセウスの船の乗組員が寝そべっており、鏡の跡や鏡に映った風景の中にも彼らの姿を見ることができる。三脚の上では、航路が煙を上げているほか、床にスミレの花が散らばり、その中に一匹のヒきガエルが描かれている。構図の中心は玉座に座るキルケである。玉座はオデュッセウスより高い場所に据えられている。また、 そこから英雄を見下ろすキルケの態度は存在であり、オデュッセウスに対する彼女の優位性を表している。ウォーターハウスはキルケに半透明の青いペプロスをまとわせて魅力的に描き、また、キルケの周囲に主事の象徴的あるいは偶意的なものを配置することで、キルケを理想化している。本作品の修作素描。背後の鏡は複数の役割を果たしている。 例えば、ウォーターハウスは、彼女が太陽神、ヘリオスの娘であることを円形の鏡で表している。また、キルケの視線の先の空間を鏡に映すことで、背後の奥行きを延長させる一方、画面にいないオデュッセウスの姿と港に停泊する彼の船を描いている。それによって画家は、キルケの見つめる人物がオデュッセウスであると示している。この時、 キルケの視線と向き合った鑑賞者は、視線の先にいる人物、つまり鏡の反射によって映し出されるオデュッセウスと同一化する。このように胸像によって画面に描かれていない人物の存在を示すという鏡の用い方は、初期フランドル派のヤンファンエイクのアルノルフィーニ夫妻の肖像や、スペインバロック期のベラスケスのラスメニーナスと同じだが、特に反射を利用して、 鏡の中に空間を構築し、キルケが視線を投げかける人物、鑑賞者、鏡に映った英雄の三者を同一化させ、絵画の物語世界に鑑賞者を引き込む効果は、ベラスケストの類似が指摘されている。興味深いことに、鏡に映ったオデュッセウスの姿は、ウォーターハウス本人に似ているという。 オデュッセウスはキルケに向かって、歩を進めているが、キルケを警戒していることは明らかである。英雄が剣の柄を握る姿は、キルケの目論みが打破されることを暗示しており、画家はキルケの背後に鏡を置くことで、キルケの誇示する優位性が一時的なものであることを表現している。1886年頃のウォーターハウス。ウォーターハウスは、本作品以降もしばしば、 キルケを取り上げ、翌年には魔法を用いて、スキュラを破滅させる、オイデウスの物語に基づいて、嫉妬に燃えるキルケを描いている。これは大なりこなり、キルケのファムファタール的性格に対する画家の強い、関心を示していると、解釈されている。とりわけ同年の、オデュッセウスとセイレンは男を愛する、女のテーマが店長である。こうした、ウォーターハウスの作品傾向から、キルケは、 ビクトリア朝時代の世相を及び女性たちに感じた不安や恐怖のメタファーとみなす意見もある。少なくともウォーターハウスが神秘的あるいは超自然的なものに強い関心を抱いていたことは明らかであり、すでに1880年代に新宅加害や魔法園といった作品を制作している。オールダムにおけるサフラジェットの一員であり、街の政治の評議員であり、 名誉ある著名人の一人であったマージョリー・リーズによって1952年に同ギャラリーの前身であるオールダム美術館にアンリ・ファンタラ・トゥールのバラ・ジョージ・クラウゼンの初期の肖像がピュリスと共に寄贈された。彼女の父、チャールズ・リーズは画家であり、彼もまた1888年にオールダム美術館の設立に際して80点もの絵画を寄贈している。 本作品は彼女の父が1892年のオールダム春季展示会で画家本人から購入したものである。現在、本作品はオールダムギャラリーで最も価値があり、かつ人気のある絵画の一つとなっている。ありがとうございます。